ブークリエゲアトランタ。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO の動画撮っていきたいなと思います。今回は新しく実装されたブラダマンテについて解説していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。まずブラダマンテなんですが、星5ランサーの中でステータス的に言うと体力が確か2番目ぐらいで、攻撃力は下から数えた方が早いっていうサーバントだったんで、まあ HP が多い耐久寄りのサーバントって思ってもらえればいいかなと思います。で次、スキルなんですが、スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第一スキル、自身の Q 性能アップ&、アーツ性能アップともに3ターン。第二スキル、自身にガッツ状態を1回の3ターン付与&防御力を3ターンアップ。第3スキル、味方単体の NP を増やす&弱体状態を解除という構成になっております。でまあ上から順に解説していくんですが、まず第一スキル、Q 性能とアーツ性能なんですが、これともに倍率は一緒です。レベル1で 20% レベル10で 30% アップしてくれます。なのでまあ基本宝具を打つタイミング、もしくは宝具を打つ前のアーツのクリティカル、まあ普通のアーツで殴るときに、まあ宝具の NP を少しでも回収したいっていう時に使用すればいいんじゃないかなと思います。まあこれに関しては結構使い道というか使い勝手に関してはいいかなと思うんで、うん、まあ特に言うことはないかな。で第2スキル、これがね自分一番使いにくいんじゃないかなと、思っています。まあ自身にガッツ状態付与なんですが、こっちの方はレベル1で1000回復、レベル10で3000回復してくれます。で防御力アップがレベル1で 20% レベル10で 30% アップしてくれるんですが、ここがちょっと事故る可能性があるんじゃないかなと自分は思います。まあ理由として、まあ仮にブラダマンテが体力5000と仮定して、まあ敵のクリティカル事故が怖いなって思った時に、よし一応ガッツを打っておこうと思って第2スキル使用した場合に防御力も上がってしまうんですよね。なのでまあ仮にクリティカルとか来た時に全然ダメージが通らなくて、ガッツが切れた瞬間に攻撃を食らってやられてしまうっていうことがあるかもしれないんで、まあこれに関しては結構使うタイミングか、タイミングが結構難しいんじゃないかなと思います。まあガッツに防御力アップ、そうだね、まあ逆にもうガッツを捨てて防御力アップだけを見るっていうのもよし、まあ防御力アップっていうのを無視してガッツだけに見るっていうのもありかなと自分は思うんで、まあ使い方は人によって結構変わるんじゃないかなと第2スキルは思います。で次第3スキルなんですが、味方団体の NP を増やすがレベル1で 10% レベル10で 20%上げてくれます。なのでスキルレベル最大にしておくと、まあカレスコがあったら即宝具打ちが可能っていうことなんで、まあ結構いいんじゃないかなと思います。それと味方団体にね NP を増やしてくれるんで、まあ仮にまあマーリンとかまあいろんなキャラクターと合わせた時に、あと 20% あったら宝具が打てるからここでまたアーツチェーンとかで回せるっていう時に補助したりすることもできるんで、まあ結構いいんじゃないかなと思います。で弱体状態解除に関してはデバフ全部解除してくれるんで、これも結構強いかなと、まあ無難に強いかなっていう感じかな。で、スキルの素材だね、素材なんですが、まあ画像ポンって上げてるんですが、一つのスキルを上げるのに勲章が30個、英雄の証が44個、貝殻が24個、オーロラが24個必要っていうことになるんで、まあスキル上げを、まあ、10までしたいなって思う場合は、2部2章をクリアしないといけないっていうのがあるんで、ちょっとそこのところはめんどくさいかなと、正直思います。ただ再臨に関しては、一部の、6章までの素材で、再臨することは可能なんで、結構まあ楽、スキル上げはちょっとめんどくさいけど再臨は楽かなと、自分は思います。まあただ勲章90個、英雄の証132個、貝殻72、オーロラ72、全部のスキル上げをしようとするとちょっとめんどくさいから、まあそこはちょっと根気がいるんじゃないかなと思います。で、スキル上げのおすすめなんですが、火力を重視したいっていう方に関しては132で、宝具の回転率を上げたいと思うんだったらまあ312でいいんじゃないかなと思います。まあ自分はちょっとねスカディシステムのためにまあちょっと1の方早めに上げてたんですが、まあ正直スカディシステムだった場合1と3は絶対上げとかないといけないんで、まあ
そうだね、自分は132おすすめするんですが、システムを早く組みたいと思うんだったら312もありかなと思います。まあそのどっちかになるかなという感じかな。で、クラススキルなんですが、次、耐魔力 A 持ってるんでデバフが結構かからなくなっています。でマッスルスピリッツに関しては今回のイベントだけの特攻なんで今回はスルーします。で、宝具ですね。宝具は、自身の宝具威力を一旦アップ、オーバーチャージで効果アップ、敵全体に強力な攻撃&確率でスタン状態を一旦付与で、クリティカル発生率をダウン3ターンっていう宝具なんですが、まあ結構いろいろ盛られてる感じがするけど、まあまあいい感じの宝具かなと正直思います。まず宝具威力アップ、まあオーバーチャージで変わるんですが、オーバーチャージ 1100% で 20% アップ、2で 30% で5で、60% 上がってくれるんですが、まあ基本オーバーチャージ1で打つことが多いかなと思うんで、まあそうだね、 20% 自身の宝具威力が上がってくれるって思ってもらえればいいかなと思います。で確率でスタン状態付与なんですが、これは 60% の確率で付与してくれます。なのでまあ2分の1以上の確率でスタンしてくれるって考えると結構耐久もやりやすいんじゃないかなと思います。でクリティカル発生率ダウン3ターン、これは 20% ダウンしてくれるんでクリティカル事故を防ぐことができるって考えると、まあブラダマンテの宝具に関しては結構強いかなと自分は思います。で、ちょっとさっきも言ってたんですが、スカディシステム組めるか組めないかなんですが、ブラダマンテに関しては、スカリシステム組むことができます。ただオーバーキルが必要とかそういうのになってくるから、まあ、ちょっと難しいところはあるかなと思います。で、確定でするんだったら、まあ孔明、まあ、スカディでブラダマンテでオダチェンで孔明、もしくはスカディブラダマンテオダチェンでパラケルスっていう感じになると思うんで、うん、まああとは宝具威力とか上げて、まあいろんなスキル上げ、まあパラケルススとか孔明スカディのスキル上げが必須となってくるんで、まあスカディシステムに関してはできるんですが、ちょっと難しいって思ってもらえればいいかなと思います。まあスカディだけでできたら一番楽だったんだけどね。ある既読せよ。どれにしようかな、どれにしようかな、もうお任せください。こういうこともできる。モニターコール、古きルーン光よ、集え、もう、はい、命令とな、螺旋高速全身全霊ブークリエでアトランタ、何か踏んでしまったかな。で次、コマンドカードなんですが、コマンドは Q2 枚の A2 枚の B1 枚という構成になっております。まず Q 性能なんですが、宝具と Q チェインできるっていうこともあり、まあ星らし性能っていうのは結構いいです。で Q 宝具とチェインしなくても星に関しては結構生んでくれるんで、うん、Q 性能は結構文句はないかなっていう感じかな。ダコ、はい、お任せください。アーツなんですが、アーツは第一スキルを含んだらまあまあマシかなっていう感じかな。うん、ちょっと多段ヒットになってて、ちょっとアーツ性能が普通のキャラクターより獲得量が少ないんで、まあそういうところ、そういう時にまあ NP 獲得量アップの補助キャラとかを使ってあげるといいかなと思います。まあただアーツ性能はちょっと微妙っていう感じかな。はい、
お任せください。メインバスターなんですが、バスターは、うん、まあ、正直あんま使わないかなと自分は思います。そのスキルにもバスター性のアップとかがないんで、うん、バスターをうまく生かそうとかになった時に、いやそれだったら Q チェインとかで次の Q チェインして次のウェーブクリティカルで殴った方が全体的にやっぱ火力出ないとかになるんで、 B 性能は、うん、まああんまりないかなと自分は思います。でブラダマンテに合うサーバントとしてはここら辺になるんじゃないかなと思います。まずスカディ、まあ言わずもがなだね。でパラキルス、まあ、あのスカディシステムを組む際に補助として結構使えます。で孔明、まあ、孔明も言わずもがなで、フヤちゃん、フヤ城のアサシンに関しては Q バフかつ防御力ダウンもあるんでいいかなと。で、アタランテ、アタランテは Q バフっていう意味で、まあ、星を常に出させるっていうのでいいかなと。でエリちゃん防御力ダウンと女性っていうのでバフゲで結構いいかなと。でブリュンヒルデ、星を生んでからのスター集中を味方に付与してくれるんで、まあ、クリティカルがしやすいかなと。でアンデルセン回復補助と、まあ、クリティカルの補助でマッシュ、まあ、防御にするときに結構いいかなと思います。まあここら辺のサーバントと結構合うんじゃないかなと思います。で、霊装なんですが、ブラダマンテに関してはまあ基本急性能アップでいいんじゃないかなと。急性能アップもしくはまあクリティカル威力アップの霊装でいいんじゃないかなと思います。あの防御威力アップに関してはどうだろうね、魔性菩薩とかだった場合結構ありかもしんないけど、それ以外はちょっと微妙かもしんないね。うん。でアーツ性能アップの霊装はってなると、アーツ性能アップよりも NP 補助の方がメインにした方が自分はいいかなと思うんで、まあブラダーマンテに合う霊装としてはまあ防具威力アップ、クリティカル威力アップ急性能アップ NP 補助の霊装 NP アップ NP 獲得量アップかの辺の霊装をつけていけばまあ結構いいんじゃないかなと思います。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回も FGO の動画撮っていきたいなと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.